しくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今回土砂災害という意味では厚真町、それから、少し北の安平町を中心に非常に多くの斜面崩壊が発生したということで、まあ、かなり映像的にもショッキングなものだったので、それから実際人的被害も非常に多くて、全国的にもニュースで流れたような災害でした。まあ、どのくらいひどい崩れ方だったのかというのを表すとすると、まあ、ちょっと箇所数については数がどうも特定しようがないんで、まあ、崩壊面積が全体で 13.4 平方キロメートル、これ相当大きい崩壊面積になります。まあ、特に崩壊が密集したエリアでいうと、崩壊面積率が 40% というくらいの数字が報告されているんですけれども、半分近くが崩壊してしまった。そうなんですね。でこれは実はとんでもない数字なんですよ。このエリア、まあ、今回崩れたのがこの赤で示しているんですけれども、このエリアには支笏湖周辺 の火山から、噴出した、高架火災物が大量に降り注いでいるので、特にその中でも TAD と呼ばれている春前山から噴出した約9000年前後くらい前のものが厚く堆積していまして、1メーターくらいの厚さで覆われていると。いうことになります。タルマイ D の一番下の部分がですね、水を結構含んでいて粘土化しているんですね、ほとんどの場合が。と粘土層が緩い勾配でも崩れた、あるいは遠くまで土砂が移動したことに影響して いそうだなということは多分多くの人が指摘しているところです。一般的には地震によって崩れる斜面というのが、勾配変化点、線球線と呼んでるんですけども、勾配が変化する、すなわちこうちょっと出っ張ったようなところがより振動に対して持ちこたえにくいということが知られていて、雨で崩れる場合というのは地形的にこう水を集めるような谷地形のところにこう水が集中しますので、それで崩れるんで、尾根部分というのは崩れにくいですね、一般的には。ところが、地震の場合には谷部分も崩れるんですけども、尾根部分もその勾配変化点の出っ張った部分からの周辺から崩れやすいんで、それで、この部分も、緩いところから少し勾配のついた斜面になるんで、まあ、ここが落ちてるわけですね。これだけその非常に密に崩れてる、まあ、理由っていうのか、まあ、強く揺すられたから崩れるわけですけども、やっぱり地形的に非常に小さな尾根がたくさん、存在しているという、まあ、こういう地形的なものと、それからその上に比較的緩く溜まって、なおかつ粘土化してしまったようなタルマイ D のような火山噴出物が厚く溜まっていたという、そういう、地形的なものと、それから火山による緩い表層の供給があったという、まあ、その2つの条件が重なって今回非常に密度が高く激しい斜面崩壊が起こったということが言えると思います。